4つの番歌作品 QASZ45BB58 はバルトークベーラが作曲したピアノのための番歌集。バルトークは1909年に本作を最初に完成させるまでに民謡の研究を何度も行っていた。1905年以降、東ヨーロッパ、とりわけハンガリーとルーマニアをめぐって民謡や民族音楽を収集しており、 これが後に作曲家としての彼の土台の一部となっていく。バルトークが自作における音色の面への関心を強くしていったのは特に1908年のことで彼の楽曲は他の同時代の作曲家からは聞かれない思を示し始める。バルトークがこれら4曲のピアノ独奏のための商品を作曲したのは1909年から1910年にかけてのことだった。 曲集は公式の初演をされておらず、楽譜の初版は1912年にブダペストのロジャバルギアンドターサからの出版であった。曲集の一部のみが1917年のブダペストで、同郷のピアニストエルンストフォンド・ホナーニによって初演されている。曲集は様々な速度指定によるピアノのための短い4つの楽曲で構成される。どの曲もゆっくりと重々しいであるという点が、 共通している。全曲の演奏時間は約8分。アダージョ・アンダンティ・ポコレント・アッサイ・アンダンテ曲はいずれも同様に簡素でオクタトニックやペンタトニックを中心に構成されている。リディア戦法やフリギア戦法による旋律に対して3、ワオニア、完全5度で伴奏が付けられている。ありがとうございます。